5000人ありがとうございまーす <laughs> はいということで、ついに、ユア4、チャンネル登録者数5000人を突破しました <laughs> ありがとうございますはい、そしてですね、今日、3月14日です !3 月14日、何の日ですかはい何の日ホ、ホワイトデーそう、3.1 4ね。 うん、パイですよね。演習率3.14ね。そう。うん。このね、口元見てみていただければ分かりますけど、パイですよね。そう、つまり、由ヨン、私の誕生日でございます。イエーイ,イ,エーイ今日誕生日を迎えたということで、私は19歳になります。えー、二十歳まで、えー、来年二十歳ですね。来年成人です。まだ19ですよ。はい。 というわけでですね、チャンネル登録者数、ついに5000人突破と、えー、3月14日、私の誕生日ということで、ダブル記念というね、めでたい日なので。まあ、私の誕生日なので、私がちょっとプレゼントもらいたい側なんですけども、ちょっとね、もう5000人っていうね、もう、それがね、もう私の方へのプレゼントなんで、もう私へのプレゼントはいいんですよ。そんなことより私はみんなへお礼したいということで、ユアヨン初のプレゼント企画、やります はい、まあ、プレゼント企画って言いましたけども、なんか大物 YouTuber がやってるようなね、でっかいプレゼント企画はちょっと私にはできないので、まだ19歳で、まだ学生ですからね、そんな学生にはまだそんな経済力ないので、できないので、まあ、そこはご了承ください。ということでじゃあプレゼントの方を見ていきましょうまずはこちらじゃん <laughs> リトルマックのアミーボ <laughs> なんでリトルマックのアミーボあげんだよってね、ま、あ思うかもしれませんけども。 ちょっとね、私はまあバカで、リトルマックのアビもなぜか2個買ってしまったというね。うん。自分が持ってること知らずにもう1個買ってしまったんですよ。まあ2個持ってても飲まないなって、いらないなと思ってね。じゃあだったら皆さんにあげようかなと思って。はい。リトルマックのアビもね、1つ。続いてこちら。えー、スーパーマリオです。ラバーチャーム。1番くじの F 賞を2個セット。ラバーチャームね、これ2個。セットであげようかなと。まあ分けてもいいんですけどもね。まあ、セットでいいかなセット といこうとね、思いますで続いてこちら。これもまた一番口。えー、G 賞の 2D イラストタオル。はい。こんな絵柄のね、やつね。もちろん未開封です。はい。こちらをまあ、あげようかなと。さあ、そして、こちら。これです。こちら大物ね。はい。スーパーマリオド SB 賞。キャプチャークリボーぬいぐるみでございます。一番でかいですね、これ。 えー、クリボーのマりでスはい。クリボーにキャプチャーした周りを。これがね、まあ、あのー、その時の開封動画でもお話ししたようにね、ついに5000人突破したので、まあ、約束通りね、こちらをね、皆さんにプレゼントしようかなと思います。はい。クリボーをね。ということでね、この、1、2、3、4つこれだけにしようと思ったんですけども、これだけでもいいかなと思ったんですけども、ちょっとしょぼいよね、これだけじゃ。 うん、プレゼント企画っつったのになんだそんだけかみたいにちょっと思われてしまうのも嫌なので、もう一つ、用意しました。さすがにね、まだ私学生なので、ちょっとスイッチ本体をプレゼントするとかいうことはね、ちょっと私にはちょっと厳しいので、それはできないんですけども、だったらね、そこは一つ変えて、スイッチを持ってる方が、もっとスイッチを楽しんでもらうために、あの、なかなか値段が高くて、手が出しづらい、コントローラー。そう、スイッチのプロコントローラーを一名に、 プレゼントしたいと思いまーす。はい。まあね、プロコントローラー、うん。コントローラーの動画でね、結構私のチャンネル登録者も増えたような感じもしますので、まあコントローラープレゼントなかなかいいんじゃないかなと思いますんでね。プロコントローラー1名にあげたいと思います。普通のね、黒のね、プロコントローラーね。ということでね、プレゼント5名。リトルマック、えー、ラバーチャーム、そして、えー、ハンカチ、 まあ、タオルね。タオル。そして、クリボープロコントローラーということで、5名の方にね、5000人なんで5名。5名の方にね、プレゼントしたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、こっからはね、応募方法をお伝えしたいと思います。まずは、私のチャンネルを登録していること。 うん。5000人登録のえー、記念でやってるのに、登録してない人にはちょっとプレゼントあげない、あげないですから。<laughs> もちろんね、私はちゃんと登録している人ね、登録しましょう。今しなかった今すぐしましょう。えー、で、そして2つ目が、まずこの動画に高評価を、グッとつけましょう。低評価がついてたら、What? さあ、それから私の動画説明欄にある、LINE または Twitter を、登録またはフォローしていただきます。 まずは LINE からのやり方を説明したいと思います。LINE は私にこちゃでいいので、まずは UI4 への5000人突破と誕生日の、えー、お祝いの言葉を言いましょう。その後、自分が欲しいプレゼントを一つ言いましょう。対象はマック、そしてチャーム、タオル、クリボープロコント。その一言だけでいいので、そちらをください。それだけで応募は完了です。 まあ応募完了したら私側が、まあ、適当にスタンプでも送っておこうかなとは思いますんで。じゃあよろしくお願いします。じゃあ続いてツイッターのやり方です。ツイッターではまずこの動画が上がる前に私がプレゼント応募用のツイートをしておきます。まずはそのツイートをいいねそしてリツイートをします。そしてそのツイートへリプライで先ほどと同じようにまずはえ5000人突破記念と誕生日のお祝いの言葉を一つ述べ その後ね、自分の欲しいプレゼント、マック、チャーム、タオル、クリボー、プロコーンのどれかをね、一つ書きましょう。それでね、応募は完了です。ツイッターの方にはね、応募完了しましたのようなね、メッセージは私から送りませんのでご了承ください。ちょっとね、YouTube のコメント欄の方もありにしたかったんですけど、YouTube だとダイレクトメッセージ送るのに、受け取る側も設定が必要なんですよね。それがもう皆さんもめんどくさいと思いますんで、今回はね、YouTube の コメントはもう対象外とさせていただきます応募期限の方は3月28日までです今日は14日なのでまあ2週間後ね3月28日のえー、1011時59分23時59分ねまでにしたいと思いますということでプレゼント対象5名にね選ばれるといいですねまあもちろんね クリボーやプロコンなどがね、ちょっと需要が高いと思うんで、そこがちょっと倍率高くなってくると思うんで、まあ、あえてね、そちらを狙わずに、私はラバーチャームリももらっとこうかな、とかね。あー、リトロマック結構好きだったから、リトロマックの網漏れももらっとこうかな、とか言ってね、そちらのプレゼント対象を書くことも結構おすすめです。ねえ、逆にリトロマック誰もいなかった時とかにちょっと悲しいから、誰ももらってくれないのみたいなね。<laughs> まあみんな、えー、それぞれ、 プレゼント、欲しいもの、まあ欲しいものが一番なんですけどね、欲しいプレゼント書き込んでください。ということで、えプレゼント企画ね。そして、5000人突破記念。本当に、ありがとうございます。5000人。ね、ありがとうございます。そして UI4 の誕生日、314。えこれからもね、えよろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ今回は、これで終わりしたいと思います。これからも、ぜひよろしくお願いします。たくさんのプレゼント、応募、え待っております。 では皆さん、さよなら